大人の遠足こんにちは亀由美です10月の大人の遠足テーマはコーヒーを選ぼうということでお送りしていますお店でお豆の焙煎をするようなところから空間を楽しむお店までこだわりのコーヒーを提供しているお店をご紹介しています今週はこちら長泉町にやってきましたここにも人気のコーヒー専門店があるということなんで楽しみですそれでは行ってみましょう大人の遠足スタートです 亀井さんがやってきたのは、駿東郡長泉町南伊敷にあるクレマチスの麓のコーヒー社です。さあ、お店の中にやってきました。あの店内壁も床も木がすごくたくさん使われていて、それだからかな。すごく落ち着いた。 雰囲気でなんか椅子に座った瞬間私はくつろいでしまいましたけれども <laughs> さあここからはお話を伺っていきたいと思います、えー、クレマチスのふもとのコーヒー社代表の柴山さんですよろしくお願いをよろしくお願いいたしますいやこのカウンターの高さも椅子の高さもすごくほど良くてはい長くいたくなっちゃうんですけどもはい、はい、柴山さんの後ろにコーヒーはいありますけどはいこちらすごく種類がたくさんあるんですねはい、はい、あのー 世の中でこう出回ってるコーヒーの中でもえ一番最高級の豆を揃えようとえシングルオリジンの中でもえ酸味のあるものからえ酸味があまりなくてえ苦みも楽しめるものというふうにえ種類を 揃えさせていただいてます。うん、じゃあ、誰でもきっとこう、あ、これお気に入りっていうのが。そうですね。見つけられるような、はい、しかもグレードの高い。はい、<お豆 S 2> そうですね。すそういう豆を揃えるようにしてます。はい。入れ方にもいろいろこだわりがあるんじゃないかなと思うんですけど。はい。もう一個その前にいただく前に、あの。カップも本当にバリエーションいうとこですね。はい。はい、これ、あの、私たちが。以前から陶器が非常に好きだったので、えー。コーヒーを飲んでいただくには。 お気に入りのカップを選んで飲んでいただけるようにということでそれぞれ作家さんから直接買い集めたカップを今ずっと揃えさせていただいてカップも楽しんでいただくというふうにしていますカップまでですよすごい楽しみです。悩悩みに悩みに抜いて亀井さんんが選んだののはこちらのカップ お店のイチオシブレンドコーヒークレマチスをデザートセットでいただくことにしたようです。ワッフルとそれからコーヒーのセット、私はこのカップを選びました。これ変わってますね。はい。うん、あの作家さんがですね、はい、非常にこだわった作り方をされてまして。えええー、皮を巻いた。 ようなはい風合いになってると思いますけど、手間をかけてそういう風に別々の色で焼き上げるという風にされてます。はい。さてコーヒーいただきます。まずは香りをはい。いただきます。うん、ワクワクする。ちょっとあの渋い感じの香りですね苦味っていうのかな。苦味っていうことは多分違う味をすると思いますので、そうですか。はい。へえ、楽しみ。いただきます。 苦くないでしょ苦くないです。はっきりしてます、はいはい。ちょっとフルーティーな感じとかしません。うん、そうですね。はい、へえ<ー>。そういう豆を使ったブレンドにしてまいります。うん。え、そして。こちらのワッフルも、もう焼きたてで、もう焼いてる時の香りが。すごいたまらなかったんですけど。はい、い,いつもワッフルは焼きたてでお出ししてます。<laughs> 注文が入ってから。はい、そうです。嬉しい。私のためのワッフルって感じです、ね。そうですね。ねはい。うわ。 こう綺麗な焼き目がついてて美味しそう。いただきます。うん。うんうん。おいしい。バターも効いてますね。そうですね。亀井さん今のコーヒーは、はいえー、まあおいしいと言っていただいてるんですけど、何か、はいえー、いつもコーヒーを選ぶときに、えー、気にしていることとかってありませんか？うんそうですね。 あんまり苦くない方が好きですかね、はい、あと酸味酸味ってよく言われるんですけど、はい、酸味っていうのがよくわからないかなっていう、はい、ところなんですけどの今のプレマチスも、はいえー、多少酸味のあるコーヒーです、はい、はい。で、えー、酸味を嫌だと、えー、おっしゃるお客様が結構いらっしゃるんですけども、えーえー、酸味も本当は美味しいものなんですねはい。ですけど、えー、酸味を の美味しさを私たちも分かってもらいたいというのがあるんで、はい、ちょっと、えー、もうちょっと華やかな感じの酸味を美味しく飲めるようなものを、えー、はいお出ししようかと思いますもう一杯いただけるんですか、はい、ううわ嬉しい、はい、<laughs> ありがとうございますちょっとお待ちくださいねはい、はいはい、お願いしますということで上品な酸味が特徴だというこちらのコロンビアのコーヒーをいただいちゃいます うん。いただきます。はい。あ。酸味。ですよね。はい。はい、最初にいきますね。はい。すっきり飲んでいただける美味しい味だと思います。はい。はい、私酸味のあるコーヒー。割と好きだなって知りました。<laughs> <laughs> 皆さん、うん、酸味というと。はい。ええー。す。 嫌な味というものを想像されるんですけどもすっきりした酸味は非常においしいものです本当にコーヒーの種類を楽しむことができますので皆様もコーヒー車さんでぜひお好みの一杯を見つけたら楽しいんじゃないかなと思いますぜひお出かけになってください柴山さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたちなみにさまざまな用途で利用できるこんな個室もあります 皆さんもクレマチスのふもとのコーヒー車でリッチなコーヒーブレイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。